2021年、Mnet の新プロジェクトが始動。日中韓グローバルガールズグループデビュープロジェクトガールズプラネット999。アベマにて日韓同時日本語字幕付きで国内独占無料配信。年内の配信開始予定。25日に死去したラッパーのアイアンさん、本日罹患。ファンらの哀悼の中、永眠。ラッパーチリンホーミエ、故アイアンさんに向けて悪質な書き込みをするネットユーザーに怒り。もうやめたい。とても辛い生前、罪を償ったのに、亡くなってからも文句を言うのか君らのせいでうつ病とパニック障害になった。台湾疾病センターで制作したウイルスを燃えかした雑誌カバー風の画像が韓国ネットユーザーの間でも話題に。新型コロナウイルス、日本脳炎、デング熱、インフルエンザ。トップ、あるベーカリーからデリバリーした内容を SNS に公開。シュークリームやソーセージピザなど29,600ウォン分を注文。注目はお店側に伝える要請事項欄。私は35歳。母と父がで出会って私が生まれたお店と綴る。サランちゃんチュサランのパパで格闘家の秋山義弘、20年来の柔道の後輩からガンが再発したとの連絡があったと韓国語で明かす。頭が真っ白になった。必ずまた病気に勝つことを信じている。BTS、防弾少年団のためにインチョン空港を2ヶ月かけて説得したというロケーションマネージャーが話題。27日放送 TVN の番組に出演したキムテヨン氏。BTS のビルボードミュージックアワード公演の依頼受ける。新型コロナで出国できず、インチョン空港を2ヶ月間説得し続けた。空港からダイナマイトを披露。